I'm Robert, like as if anybody really needs an introduction right there, you know, but they told me to say that I'm Robert, so I'm Robert. I'm basically here relaying the questions for social media. And first one here, we got, in 31 years since Bioman, how do you feel having so many fans overseas who watched it and fans who discovered the show on the internet? まあ一番びっくりしますよね。あの本当にもう、まあ、バイオマン自身も31年前の作品ですし、もう日本の人のみならずもう海外の人たちから覚えていってもらえるというのはとてもびっくりなことと、あとはとても嬉しく思います。 Do you still have contact with Sumiko Tanaka aka Yellow 42? そうですね、あの本当に数年前に連絡が取れるようになって、で最初は彼女があの年末に築地の店に現れたんですよ。もうその時気づかなくて、ですごい混んで、年末だったから混んでいて、あーっていう感じになって、一瞬誰だか分かんなくて、誰だっけあーって言って、うち帰ってからあーって思ってそう、すごいびっくりして、そしたら彼女の方からメールが来て、多分人づてにメールアドレス聞いて、今日行ったけど分かったって言われて、で私も今分かったで、その後また会う機会があって、はい、で去年2年前に初めて5人、それこそ終わってから初めて5人揃って、もう5人でもう一晩中飲み会、もう 大同窓会みたいな感じで、5人だけで同窓会しました。はい、楽しかったです。 What do you think about the new 戦隊 shows? そうですね、なんかみんな綺麗だなっていうのが印象で、女の子たちはもちろん可愛いですし、男の子たちはイケメンっぽくて、私から見ればなんか昔は赤っていうのがいて、あとなんかキャラクター的に緑とか青とかってあったんですけど、今はなんかどれが赤だかっていうぐらいみんなかっこよくって、でもみんないわゆるこう見てるお子さんたち のお母さんたちを虜にしてるって言いますか、いわゆるイケメンブームみたいな感じで、私なんかも見てて、あ、綺麗、可愛いなって思います Episode 14 was a very good episode featuring your character. Can you tell us about it?ブレインの回ですかね。ブレインの回は本当に、まあ、珍しくというか、いわゆるこう敵のキャラクターと気持ちを通わすっていう、まあ、多分女の子のお話だからこそできるようなお話だったんですけど、あの時はまず撮影自体がお泊りロケだったんですね。下田の方で、伊豆の方でお泊りロケで、でもうその時はもう女子全員大きな部屋でみんなで寝たの。アスカさんも私もイエローもみんなと、スタッフのヘアメイクさんたちもみんな同じお部屋でお布団敷いて寝て、夜通しなら女子トークをして喋ってて、で結果的にそこで熱出して、もう撮影中熱出して大変だったんですけど、でもう海の近くだと結構濡らされることも多くて、でもまあそこで撮影しながら、でちょうどブレインっていうこういう感じの 目がついているキャラクター、敵のキャラクターを持って、もうずっと撮影中それを持ち歩いてたので、もうだんだんもうなんかこう自分の子供のような感じになってきて、本当に最後ブレインが身を挺して光を守ってくれるんですけど、もうその時本当悲しかったですよね。なんかもう、はい、だから本当に見てる方も割と感動したって言ってくださるんですけども、私自身もとてもブレイン大好きだったし、思い出のある回でした。Would you reprise your role or make an appearance as a new character? そうですね、もう、まあ、もう戦うのは多分無理なので、ヒーローのお母さんとかそういうのをやってみたいなと思います。それこそヒーローの親になってみたいなって
元ヒロインだったっていう設定でと思います。でも同じ役でっていうことになるとそれはちょっとパス。いや別に葛城ひかるが誰かと結婚してヒロを産んでも別に構わないと思いますけど。でも葛城ひかるが戦うっていうのは、うん、戦うのはね、ない方向がいいと。多分無理、え、できるかな。戦ってもいいかも。もう変身すればいくらでも戦えるから。あ、そうか、ね、オッケー、大丈夫。What's your beauty secret? そんなことないですけど、でもやっぱしお店をやってるので、やっぱ人と接してるっていうのが一番だし、うん、でもまあそんな別に何をお手入れをしてるわけではないんですけど、ちょっとなんか嫌味に聞こえるかな、そんなこともないけど、でもこうやって毎日人に会ってることが一番、はい、元気で出ることだと思います。How does it feel to be the crush of many overseas fans? いやもう本当にもう光栄なんですけど、で実際この2月にフランスのイベントに行った時も本当にもう初恋でしたって言ってくれる方がとっても多かったです。とても嬉しかったんですけど、まあその海外のファンの人たちって、海外に住んでいるファンの人たちって結局私がいわゆる31年前の私の作品をずっと見てるわけですよね。で日本の人だとだんだんこう年老いていく私を分かるので、別に大丈夫なんですけど、この2月にフランスに行く時も30年前のビデオしか見ていない人が私を見て分かるんだろうかっていうのがまず一番で、やったあとスーツケースの中ピンクの服ばっかり着てました。なんかどこのおばさん来たんだろうと思われるのは嫌で、とりあえずピンク着てればなんとかなるだろうと思って、スーツケースにいっぱいピンクの服入れてきました。とても光栄です。Can you actually play the flute? 吹けないです。練習はして音は出せるようになりました。でも実際吹いてるのは吹き替えです。はい。終わった後に、うん、やっぱり吹ける役だったから、うん、勉強しようとか、そういうのが、まあ、多少はやりましたけど、フルートを持っていなかったので、はい。で、びっくりしたのが、今月出るフラッシュっていう週刊誌があるんですけど、そこで戦隊40周年ヒロインとかいうので特集で取材を受けたんですけど、で、この前取材を受けて、もちろん築地の店に来たんですが、その取材のスタッフがフルートを持ってきたのですっごいびっくりしてフルートもこれ持ってくださいとか言われて、まず最初にどうやって組み立てるんだろうとかで、あれこっちだっけこっちだっけとか、そういう世界だったので、はい、本当に申し訳ないぐらいできないです。もうそこでね、こうかそうだから、もうとりあえずこうやってと吹いてバレちゃうので、もうこういうシーンも撮りましたけど、こうやって持ってるシーンとかにしましたえ、で、今月出るフラッシュ。そうですね、26日。今月26日にフラッシュが出る、それに入ってる。買っちゃいましょうね。はい、ね他のヒロインの人も、それとゴレンジョの小牧さん、交流があるので、はい、小牧さんも一緒に出てもらってます。あのメリーゴーランドは、笑ってるんですけど、本当にもう、引きつった笑いに近くて、だって普通に皆さん考えて、メリーゴーランドに横に座って、それもね、ツルツル座るのドレ、ピンクのドレス、ツルツル素材のドレスで、ただでさ、落っこちそうになってるんですけど、それでフルートを持って、手を離して座って、それが普通のスピードで回るわけですよ、メリーゴーランド。ふゆーんって。で、だからなので、もう下、足を助監督の人がガシッとかで持ってるわけですよ。で、はい、回りまーすって人で乗っけられたこと持ってるわけですよ。で、ぐるーっと回って、カメラ前に来ると、にーって通り過ぎるっていうのを、何回も、ぐるーっと回って、近くに来ると、にーって笑って、もう一周、もう一回、にーって笑って、もう結構ドキドキ。もうだって怒っちゃうよ、普通に考えて。そう、かなりの、で、あれ可愛いねってよく言われるんですけど、実際は結構必死なのと、笑ってんのはもう本当半分引きつってる笑い、怖いみたいな感じでした。吹けもしないフルートを持って足を押さえられて滑り落ちそうになって笑顔で通っていく。ぐるぐる回って、もう最後の方も目が回ってくるし、もうカメラ、はいカメラとか言うんですよ。ええみたいな。そのメリーゴーランドってどこのメリーゴーランド？後楽園です。
はい、当時の後楽園ですね。まだあるのかな。Do you get to choose your own civilian clothing? あ、それがあの一番最初にあの用意してもらったセーターとミニスカートっていうのはもう東映さんの方からだったんですけど、当時あのファッションっていわゆるボディコン、女子大生はボディコン、ミニスカートだったんですよ。なので私も普通に大学にいわゆるこうピタッとした感じの、まあ、ちょっと大人っぽい格好で来たんですけど、衣装室で行ったらなんかもっこもこのセーターに白い、ま、ミニスカートで椅子の椅子ってうさぎさんかなんかがついてあのセーターにうさぎがついてて、いつの時代の子が着る服なんだろうと思いながら、でも新人なので嫌とは言えず来たんですけど、もうなんかそれも友達の大学の友達にも本当笑われて何着ちゃってるんだみたいな感じ、本当もうこもこのセーターうさぎさんついてるセーターを着せられて、でもなんかあのセーターかわいいってよく言われたんですよ。で夏になったらだからあのいわゆるあの制服にある戦隊ものと違って、もともとの設定が普通の一般人というか普通の人間だった子があのバイオの力を得てってやつだったので、いわゆる普通の役なわけです。だから夏になると夏服に変わって、でそこまではあの用意してもらったものです。一番最後に着ていたピンクのカットソーにあのホットパンツっていうのは自分が原宿に買いに、最後の服だけは買ってきていいよって言ってお金渡されて自分の好きなものを買いに来ました、はい、俺選べなかったな。What would you say to an actor currently in 戦隊？そうですね、まあ、これか今出ている役者のさんの人たちがきっとこれからずっと、まあ、女優さんとか俳優さんとかを続けていくと思うんですけども、まあ、もちろん続けていかない人ももしかしたらいるかもしれないけれども、多分あなたたちが30年経っても覚えててくれるファンの人たちがいっぱいいるってことを教えてあげたいです。私が本当に今とても幸せなので、今頑張っている若い子たちもあなたたちが30年経ってもきっとファンはみんな覚えててくれるよって思うので、一生懸命頑張ってほしいなと思います。And the last request we got from social media was if Makino-san could do her henshin pose. お願いします。はい。みんな、行くわよ。ちょうです。バイオマン。最高です。Everybody, thank you for watching today. I hope you enjoyed it, and thank you very much. You. Just before we finish, we have one last message. と、視聴してくださいました3名の皆様に名前入りのサインを差し上げます。Great. So please subscribe to our channel and make a comment below to enter into the comment.